2024年8月3日土曜日パリ2024オリンピック競技大会柔道混合団体アットシャンドマルスアリーナ試合映像第7試合日本2大会連続の銀金メダルならず最後はリネールに斎藤立が敗戦柔道混合団体決勝パリオリンピック柔道競技混合団体決勝が3日にシャンドマルスアリーナで行われた第1シードの日本がフランスに3対4で敗れ 銀メダルが確定した前回大会の東京五輪では決勝でフランスに敗れ金メダルを逃した日本。今回は完全アウェーの中で金メダル獲得に挑んだ。日本は金メダリストの阿部一二三や角田夏実を上の階級で起用するオーダーを組んだ。一方のフランスは英雄、リネールを筆頭に各階級のメダリストが名を連ねるオーダーとなった。 1> 第1試合の男子90キロ級には銀メダリスト、村尾三四郎が登場した。1本で勝利を収め、日本に勢いをもたらした。第2試合、女子70キロ超級には高山梨花が出場。2つ指導が入った高山だったが、階級上の相手に大内狩りで技あり、最重量級の銅メダリストを下し、日本が2連勝した。角田夏美穂と ゲッティーイメージズ、第3試合、男子90キロ超級は斎藤立が名を連ねた。金メダリストリネール相手に粘りを見せるも、最後は内股でやられ敗れた。第4試合の女子57キロ級には、48キロ級の金メダリスト角田夏実が起用された。2階級の差があるが、得意の巴投げが決まり、一本勝ち。これで日本は3勝目で、 初の金メダル獲得に王手としたそして第5試合の男子7 3キロ級には6 6キロ級の阿部一二三が出場。オリンピック連覇の阿部は1つ上の階級相手に1本で敗れ、日本3勝、フランス2勝となった。第6試合の女子7 0キロ級には高市未来が出場。女子6 3キロ級の銅メダリストアグベニエヌに小内刈りで技ありを奪われ、敗れた。 これで日本3勝、フランス3勝のタイとなった。最終第7試合は、代表戦の抽選で、90キロ級の対戦が選ばれ、斉藤率が再びリネールと対戦。粘りを見せた斎藤だったが、フランスの英雄、リネールに大内狩りで1本を奪われ、敗れた。日本は東京五輪決勝で敗れたフランスに再び敗れ、2大会連続の銀メダル獲得となった。